今日の午後とですね、明日一日私が講師を務めさせていただきますけれども、東大情報基盤センターの中島と申します。ここには書いてありませんけれども、この機構のですね、すいませんちょっと部署の名前忘れてしまったんですけれどもの、しかも役職も忘れてしまったんですが、客員なんとかっていうのもやっておりまして、はい、今日はその、ことも関係してやらせていただいております。それで今日お話しする内容はですね、この科学技術計算のためのマルチコアプログラミング入門ということで、プログラムの方にはですね、ICCG 法の並列化ということが書いてあるんですけども、そういう、細かく言うとそういうことになります。それで今日午前中にですね、南さんからいろいろ並列化の話についてありました。多分皆さんもある程度もご経験ある方が多いと思うんですけれども、で今日明日の内容はですね、基本的にはですね、ノード内ですね、の、スレッド並列化を目標にしたものです。はい、それでこの講義自体はですね、2013年度までは確か1日最低ですね、サマースクールでやっていたと思います。それで、ややですね、内容が高度であると、高度ということほどでもないんですけども、やや入り組んでいるということもあるので、どちらかというとスプリングスクールにふさわしいだろうということで、今回こちらへ移してやるということにしました。これ本来ですね、2日丸々かけてやってる話なので、それを1日半でやるので、ややはしょるところとかですね、少し進みが早いようなところもあるかもしれませんけれども、ちょっとある程度それご了承いただければと思います。それでなるべくですね、実際にプログラムを動かしてみるということを、実習の時間を取りたいと思っておりますので、なるべくですね、明日の午後は話自体は早いうちに終わらされればなと思っております。で実はですね、この内容はですね、先々週かな、台湾のですね、国立台湾大学っていうところで同じように集中講義でやったんですけども、その時はですね、学部生なんかいたこともあったんですけども、3日かけましたね、丸々3日かけてやりました。それだと十分余裕があったんですけども、1日半だとですね、かなりそういう意味では、短いと感じられる方が多いかもしれません。ちょっとそこら辺はあらかじめご了承いただければと思います。それで皆さんもご存知のようにですね、このマイクロプロセッサーのマルチコア化、メニーコア化というのはもう最近進んでおりまして、大体皆さんの PC もですね、最低2コアですよね、普通はもう4コアぐらいあるのは普通だと思いますけれども、8とか、最近だと12とか、そういうのですね、非常に1プロセッサーあたりのコアは非常に多くなってきています。これはどんどん大きくなる傾向にあります。でこれはですね、なるべくこの消費電力を少なくするとか、そういう目的に目標のためにやられていることで、必ずしもですね、この科学技術計算と直接にリンクしているわけではないんですよね。ただマルチコア化しているということで、必然的にそれを利用するということが必要になります。で当然この K にしても FX10 にしても、この8コアとか16コア 1CPU の上に乗っているわけなんですけれども、これは普段皆さんがお使いになっている PC についても同じですし、それによってできている PC クラスターについても同じということになります。それで、こういうアーキテクチャでですね、このさまざまなプログラミングモデルというのが提案されています。それでその中でですね、今回はですね、この OpenMP を扱いたいというふうに思っております。で子事業ですね、本来の言葉はディレクティブですけれども、それを挿入するだけで、手軽に並列化ができるために、広く使用されているということがあります。よく言われるのが、OpenMP というのは、その1行入れれば並列化できます、MPI なんかに比べるとだいぶ簡単ですよというような謳い文句を聞いたことがあるかもしれませんけれども、そういうものですね。それでさまざまな解説書が、出ています。で日本語のものもいくつか出ているんですね。ただですね、必ずしもですね、そこに書いてあることがですね、いろいろなことをすべてカバーしているとは言えません。で今日は特にですね、このデータ依存性、データディペンデンシーと言いますけれども、今日明日はそれに焦点を絞ったですね、お話をしていきたいと思います。でデータ依存性って何かっていうことですけれども、これいろいろ定義があるんですけれども、基本的にはこのメモリーへの書き込みと参照が同時に発生する、読み出しと書き込みですね、これが同時に発生するような現象です。
それで、並列化を単純にやってしまうとですね、これが同時に起きてしまう可能性があるということです。まあ、実際にこれちゃんと計算するためにはですね、後でまたこれ詳しくお話ししますけれども、このデータの並べ替えというのをする必要があります。それでこのさまざまな解説書があると言ったんですけれども、まあ、こういう対策はですね、オープン MP 向けの解説書でもですね、詳しく捉え上げることはあまりありません。で、まあ、私の見たところですね、市販のいろいろな本が出ていますけれども、和洋合わせて、これに書いてちゃんと書かれているものはないと思います。でその理由はですね、非常に面倒くさいからなんですよね。ですのでこれだけでも一冊の本になってしまうぐらいなので、なかなかそこまで手が回らないというところはあるかと思います。それとですね、あとそのハイブリッド並列プログラミングモデルの話は今日南さんが今朝されましたけれども、やはりノード内ですね、ノード内をこのスレッド並列化するということがこれから非常に重要になってきますので、そこら辺のところですね、やるためにはこのデータ依存性の問題というのを解決する必要があるということです。はい、これがフラット MPI とハイブリッドですね。はい、それでこれ皆さんもご存知だと思いますけれども、これがいわゆるトップ500のですね、これがトップ500の1位ですね。でこの青いやつが1位から500位までを合わせたやつで、黄色がですね、500位ということです。それで今K は10ペタフロップス級のシステムなわけですけれども、世界で一番速い中国のティアンヘイ2は30ペタフロップスですかね。ですので、いわゆるポストペタスケール時代にあるというふうに言われています。それで、エクサフロップスがいつできるかというのはちょっと私もよく分かりませんが、ここには2020と書いてありますけども、もうちょっと遅れるんではないかというふうに言われています。それでその時にですね、アルゴリズムとかアプリケーションってどういうふうにやっていけばいいかということが、これジャック・ドンガラっていうですね、テネシー大学の先生ですけれども、この、トップ500を主催している人の一人でもありますけれども、例えばこの重要なのはやはりこのハイブリッド、あるいはヘテロジニアスなアーキテクチャを考えなければいけない。ここで言ってるのはですね、例えばマルチコアと GPU とか、マルチコアとメニーコアとか、そういうことを言ってるわけなんですけれども、基本的にはですね、やっぱりスレッド並列化というのは非常に重要であるということですね。でそれ以外には混合精度演算ですとか、あるいは自動チューニング、あるいはこのフォルトトレランとか、あるいはその通信削減ですね、一般的なことが挙げられているということです。これはGPU とかこのインテルの Z4-5 のようなアーキテクチャです。で今日はですね、ここら辺のことはあまり必要ないわけですけれども、アクセラレーターとかコプロセッサーの特徴というのが、全般的にですね、非常に高いメモリーバンド幅を持っているということで、ちょっとこのスライドを作ったのが少し以前なので、ここに書いてあることがややもうやや古くなってきているかもしれませんけれども、GPU とこのマイクのようなアーキテクチャというのがありますけれども、だんだんですね、この2つというのは近くなっていくというかですね、以前はですね、このクーダをちゃんと書かないと全然性能が出ないかったわけなんですけども、今オープンACC ですか、ああいうものを使えばある程度性能は出るようになってきているということです。いずれにせよですね、このハイブリッド並列プログラミングというのは必須です。でいわゆるノード間のですね、メッセージパッシングに関しては MPI ですよね。それでこのマルチスレッディングに関してはこの OpenMP であるとか、あとその GPU なんかを使うのであれば、CUDA とか OpenCL とか OpenACC というものがあります。それで今日の午前中もお話がありましたように、K でもですね、ハイブリッド並列プログラミングモデルが推奨されてるんですけれども、ただしですね、K でやってる人の幾ばくかはですね、MPI と自動並列化ですね、ノード内の自動並列化というのを使ってやっているというような現状だと思います。それでですね、ちょうど理研の方がいないんで、言っておきますけれども、自動並列化を持ってですね、自動並列化プラス MPI を持ってハイブリッド並列プログラミングモデルと、言ってほしくないなというのがあります。あともう少し言うとですね、やっぱり自動並列化っていうのはですね、非常にコンパイラーへの依存性が強いんですよね。で皆さんもご存知かもしれませんが、自動並列化コンパイラーを使うのは日本人だけなんですよ。インテルのコンパイラーにも自動並列化の機能ってありますけれども、あれは日本人向けに作られたものなんですね。ですので皆さんこれから世界に乗り出していろいろな自分のプログラムを広めていこうとか、
あるいはいろいろなところの計算機使っていこうと思われるんであれば、まあ、自動並列化は使わないでおいてほしいというのがあります。ですので、まあ、ぜひですね OpenMP でちゃんと書くということをやっていただければと思います。それで本編の目的ですけれども、有限体積法から導かれる素行列を対象とした ICG 法ですね、これを題材としています。で、データ配置ですとか、リオーダリングなど、化学実生産のためのマルチコアプログラミングにおいて重要なアルゴリズムについての講習ということになります。で、FX 点を利用した実習もあるということです。で、よくですね、こういう、皆さんいろんな分野の方がいらっしゃると思いますけれども、単一のアプリケーションに特化した内容なんで、自分の分野にあまり役に立たないんじゃないかというようなことを思われる方もあるかもしれませんけれども、基本的な考え方というのはですね、さまざまな分野に適用可能であるというふうに思っています。ですので、実はこの方法はですね、意外に効果的であると私は考えていて、今日明日ですね、少しこの普段皆さんが使っているアプリケーションとはちょっと違うかもしれませんけれども、その中でどういうふうにやるかというのを考えてみていただければと思います。せっかくですので、自分の問題にこういう問題適用するにはどうやったらいいかということも同時に考えていくといいのではないかと思います。なので実を言うとですね、先ほどスパコンへのログインをしていただいたんですけれども、今日は多分スパコンは使わないですね。で、明日の午前中もひょっとしたら使わないかもしれないですね。で、明日の午後は確実に使いますけれども、進度が早ければ明日の午前中ぐらいから使うことになると思います。ですので、ログイン情報とか忘れないようにしていただければと思います。それでいわゆるですね、この並列化講習会って世の中にいろいろあるんですけれども、そこら辺とはかなり違ったものになっております。それで化学実計算ですね、スパコンを使った化学実計算というのはですね、サイエンス、モデリング、アルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェアですね、非常にですね、広範囲の、ディシプリンをこのカバーしなければいけないということです。で、普通はですね、このサイエンスの専門家が多分ここに多くてですね、で、モデリングっていうのはいろいろなモデリングがカテゴリーがありますけれども、例えば微分方程式にしてもモデリングなわけですね。あるいはその有限要素法とか差分法とかいう、離散化手法もモデリングだと思います。で、数値アルゴリズムがあって、で、ソフトウェアというのは、プログラムを書いて、それをチューニングするというようなことですね。で、当然そのためにはこのハードウェアの知識もなければいけないということです。で、基本的にはですね、今回お話しするのはですね、ここら辺のお話が中心なわけなんですけれども、このサイエンスとかモデリングなくしてですね、やはりこの化学実生産ってやっぱりありえないんですね。ですので、やはりどうしてもここら辺のところだけお話ししようと思うとですね、あまり実体のないものになってしまうので、少し回り道のようには思えるかもしれませんけれども、この、サイエンスのところもですね、少しだけやるということにしています。それで事前にですね、お願いしておいたと思うのですけれども、ファイルをですね、ご自分の PC の上にすでに展開されて おられますでしょうか。このファイルまだコピーされてない方いらっしゃいますか。みんなコピーされてますね。でしたら、じゃあこれは一応もう展開ができているということで、実際にこれ使うのは少し後になりますので、一応、これは確認ということでお願いいたします。それで一応この操作をするときにですね、このバックが緑と黄色のものが出てきます。それで緑の場合が、PC ですね。で、黄色の場合が FX10 ということになります。この今日のスライダーほとんど緑、ほとんどが全部緑ですね。はい、あとはですね、可視化にはフリーのパラビューというのがありまして、これはですね、フリーです。で、Windows 版、Mac 版、Unix 版もありますので、これをお使いいただければと思います。で、一応ですね、簡単な使用法をですね、私のところ、これ普段講義で使っているものなんですけども、ここに置いてありますので、多分これ見ていただければ分かると思うんですけども、やっていただければと思います。ただですね、ちょっとこれバージョンが古くてですね、なんか最近のバージョンはちょっとインターフェースが変わってるんですよね。ですので、その部分はちょっと気をつけていただければと思います。はい、あとはこの資料はですね、すでに連絡いってるかもしれませんけれども、私のところに置いてありますので、もし何か修正とか追加とかありましたら、こちらにアップしますので、後でも定期的にご覧いただければと思います。それでしたら時間も
すぐ過ぎてしまうので、早速内容に移りたいと思います。